はい、どうもこんばんは、残業ゾンビです。今日もとっとと魔法のスープやっていきたいと思います。前回はわかめ味噌スープでまた猫を復活させました。で、あのあといろんな場所を回ってみて、あの終わってないクエストないかってすごい探したんですけどみんな同じことしか言わないよね。だからちょっとここはあの洞窟の方に行ってみて、でちょっとねなんかあるか見に行ってみたいと思います。なんかもう物語も終盤に近づいてきてる気がするんですけどね。ようやくかみたいな。なんかでかい石でかい。あ、ポリポリ。危険、立ち入り禁止。もう開始早々セーブするってどんだけだよって。わあ、暗闇。やばいやばいやばいのいるやばいのいるやばいのいるやばいのいたやばいのいるやばいよやばいよ。ちょっとすごい動揺しちゃった。ブラッチーにカボリンダ。あ、でもそんな強くないの。ちょっとやばいの何匹もいるんだけど。ちょっとやだやだな。でもなんかこの光るキノコとかかわいい。あ、でもなんかすごい見られてる。あ、ポリポリ発見。なんかここで怖くて動けなくなってたんじゃないの。かわいいな、ポリポリ。ちょっとあんまりね、この変なドラゴンを刺激しないようにしましょうか。どんなだっていう。ポリポリ早えな。そう、ポリポリにあの魔法をね覚えさせて。うわ、毒々しい。この人参毒々しい。そう、ポリポリに魔法を覚えさせてちょっと使わせようと思って。でなんかあのね、体力が少ないからちょっと体力の、飲み込まれちゃったよ。返されちゃったよ。何そのシステム。あ、しかも回復してる。どういうシステム。じゃああの影には触れちゃいけないんだ。でもちょっと場所変わった。じゃあ触れないようにしていこう。なるほどね。そう、ポリポリに魔法って何回言うんだってね。覚えさせて、で、あの体力もね、あの強くしたっていうか、レベルもすごい上げて。クロロと杖で、まあね、一緒に戦えるようにレベル白じゃないや、コンペートで上げました。ちょっとだけグダグダなんだって。なんかここ、あ、やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう。パチしてる。ちょっとやめてやめてやめて。痛いよ。ミネストローネ飲むよ。でこの人パチパチしてるけど、解毒剤なのかな。ちょっとやってみるか。あ、
全滅。全滅しちゃいました。爽やかに言いましたけど、全滅しちゃいましたよ。やばいね、強いよ。体力ゲージ見てなかった自分も悪いけどさ。しばらくこれで手分けしないとダメか。体力ゲージを最近見忘れちゃうからね。ほどほどの魔法がないね、こいつね。防御してもらおうかな。やばい、強い。これ最後までたどり着けんのかな。ね、操ってる自分は花粉症だし。あ、ポリポリいた。逃げたら危ないぞ。でもハンマー使っちゃうとね、ハンマー使っちゃうとは MP がなくなっちゃうからね。クロドットつ、あ、飛ばしちゃったけど、レベル上がりました。え、怖いからセーブしてきていい？敵多いな。敵多いよね。もうそんな彼らも我々は焼き尽くしますけど、なんか火にくべてしまえばいい。お、モグリ族、やっほー。金だけな。よし、あ、ポリポリ、残り2匹だって。やったじゃん。で、魔法は何打ってんの？ノヴァの魔法書。凄まじい爆風で敵全体を焼き尽くす究極の攻撃魔法。買うでしょう。高いけどさ、これみんな買わないとダメだよね。癒しの霧が味方全体を包み込む。あ、これいいね。コレクションアイテム、魔法書のしおりを手に入れた。トットの家の本棚で確認できます。あ、魔法書を揃えた的な話。うーん、間違えた。ステータスが見たい。トットレベル3。よし、ポリポリレベル超上げさせましたよ。なんか迷うなこれ。もともとすごい方向音痴っていうかね、道を覚えられない人間ですかね。あ、ポリポリ、危ないぞ。敵多いな。ちょっとやだ。あ、しかもなんか最強の攻撃魔法覚えさせ忘れたよ。ちょっと、あ、頼む、間に合ってくれ。間に合った。あ、間に合った。危ねえ危ねえ危ねえ。なんか強くない？なんかさ、もうミネストローネガブガブ飲むよ。ガブ飲みよ。よし、ちょっとさ、こいつ強いんだけど。あ、レベル上がった。ポリポリ、残り1匹だったよ。やったじゃん。いやー、強いね本当に。
いやでもさ、強いとさ、やっぱ戦いがいがあっていいですよね、これね。このレベル上げレベル上げが楽しくなるっていうさ。やばい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 。影がやばい、死んじゃったじゃんでもこれ一晩経ったらまた蘇っちゃうよね。あー参りましたね。全部に穴が開きましたよ。もしかしてなんかくれんじゃね。朗報であります。ハルニアル地方における近道計画がついに完成したのであります。よかったね。たくさん通してくれてくれたあんたはもう立派にモグリ族の一員であります。モグリ族一同からの友好の証としてこれをプレゼントするであります。まさかまさか、モグリのバンダナを手に入れた。やった、社長お疲れ様であります。おー、やりましたよ、お疲れ様こちらこそお疲れ様です。いやー全部通りましたねやったよ。で何そのモグリのバンダナって、なんかてっきりスコップくれんのかと思ったけど違うの、装備、装備ってこと。バンダナを、あ、つけられる。ごめん、ちょっと見てなかった。あ、なんか強くなったね適当かみたいなでもそれ歌手ちょっと弱いからな。レベル上げさせてんだけどな。まあしょうがねえか。でもうちょっと早く出会ってれば一緒にレベル上げできたのかもしれないけど、申し訳ないな。紅茶梅、じゃあノバ使ってみますか。こいつフレアで十分なんだけどねよし、あれなんかそんなに聞いてなかった。あ、っていうかみんなのあれか、 HP が少なかったからあれか、あれだな。わかったわかった。え、この毒人参さすごい怖いんだけど攻撃 見ました？ 20 とかさ、40とかすごいんだけど、やばいやばいやばい。ちょっと回復していいちょっとみんなが戦ってる横でミネストローネ飲んでいいこれさ、もうなんかね、フレアっていうかライズだよね。やるんだったらさ、よし、強い。全然さMP 全然ねえし。レモンね、スペー、レモンスペー、あ、とっともとっとも酸っぱくなる人参、毒人参先にあれかエクレとかやる。
でフレアにして、フレアにする。あ、よっしゃ、麻痺から回復すんの早くね。ちょっとさ、エクレアするよ。ちょっとなんかね、こいつもなんかね、よし、ライズ、ライズだな、使うのな。よし、魔法フレア、魔法フレア、よしよし、いいね。なんかこのコウモリ役の好きだわ。よし、魔法フレア、もう容赦せん。もう、それでもさ、それでもどういうこと？なんか人参強くない？やばい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 。ここで死ぬわけにはいかん。ちょ、ミネストロ、必ず噛むな、ミネストロね。よし。もう一本でも人参とか言って歌ってる場合じゃないよね。この野場祭りだな、これね。あ、ポリポリ、頑張れ、野場祭り。あ、ちょっと MP 足んなかったっけ、やだわ。あ、ちょっと時間が時間なので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。で、裏でちょっとレベル上げまくって、で、あの、まだラスボスかどうかわかんないですけど、それに備えたいと思います。それではまた、バイバーイ。